皆さんこんにちは、あぜんちゃんです。というわけで今回は石井博夫さん使っていきたいなと思います。育成に少し時間がかかってしまったんですけど、ランキングで獲得しました。まあ、ちょっと前にねオリックス純正の動画を上げたんですけど、まあ、個人的にアーティストの選手が6人目になったということで使っていきたいなと思います。軽く能力を見ていくと、ミートが79、パワーが80のアーティスト、適正が C で裏捨てが DED、特能がアーティスト、選球眼、チャンスとなっています。これ見て思ったんですけど、オリックスのねアーティストの選手チャンス持ちめちゃめちゃ多いんですよ。自分ブライアント選手とね藤井選手持ってないんですけど、なんとブライアント選手以外全員チャンス持ちということで、チャンスのアーティストが多いっていうのもオリックス純正のね一つのポイントかなと思います。まあ、オリックス純正の深い話については前回の動画でね話しているので、まあ、早速やっていきたいなと思います。それではやっていきたいと思います。石井さんはファースト起用ですね。まあこの6人だったら全然ね、石峰さんは代打からですが全員余裕で、もうなんで最近シリ反応するの、ちょっと待って、いやいらないです。あーよかった、もうダメ、本当に良くない。今何のあれで反応したんだ今。そうで今ね、WBC 絶賛開催されていますが、あの中国戦とね韓国戦見に行ってきました。いやもうめちゃめちゃ楽しかった。やっぱ何がいいって声出し応援、もうこれが最高すぎる。韓国戦がレフトスタンド、中国戦がライトスタンドでね観戦してたんですけど、いや久しぶりですよあの声出すの。あー吉田選手ナイスキャッチ、もう本当にそれが一番楽しかったですね。まああと他のね球団の選手の応援歌なかなかね歌って応援するっていうのもないんで、まあ、それもね WBC ならではというか、まあとりあえずなんかようやくプロ野球が帰ってきたなっていう感じしましたし、いやーまあ試合内容も最高ですね。まあ今のところも正直5試合かな、もう全部圧勝してるんで、まあ、あれなんですけど、あのね、準決勝の相手がメキシコ決まりましたし、いやーここからやっぱハラハラする試合が続くんじゃないかなと、楽しみですね。さあ石井さん使っていきます。さあチャンスは発動しないんですけど、チャンス以外出てくれましたね。でこのフォームですよ、これ打ちやすいと思う、普通にタイミング取りやすそうって前から思ってたんですよね。さあ打つよ、いやーどう、いやーちょっと足りんかパワー、まあまあまあ初打席にしては十分じゃないでしょうか。さあ先ほども説明した通りね、あのチャンス持ちばっかなんでアーティスト、まあ、ホームランを打ってしまったらチャンスは出ないんですけど、ツーベースでつないでいくのが、まあ、ある意味理想かもしれない。落ちるかな、落ちないか、いやーこれっしょ、さすがブーマー。まあまあ2打席目回せないとは思うんですけど、まあとりあえずね、一通りアーティストの選手は紹介していきたい。まあ前回紹介したんですけどね。よーし、シャノリさんナイス。さあこれで一応自分が持ってるアーティストお披露目です。1から6までアーティストものすごく強い。うわーフォアボールか、あのあれなんですよね、あの近鉄の選手の方がアーティスト多いんですよ多分。あの近鉄のユニフォームがね、あのどうやら追加されるらしくて、オールドユニフォーム、あの前回のねあの新情報で発表されてたんですけど、まあ、ホークスだとダイエーとかね、いや近鉄のユニフォーム着させてやりたいね。ちょっとまた近鉄のユニが来たら、そうしたいなと思います。さすが糸井さん。さあ2試合目やっていきたいと思います。で先ほどのね WBC の生観戦の続きになるんですけど、まあ、まず中国戦からね軽く振り返っていきます。まあ、まずはやっぱりね生二刀流を見れたっていうのがもう幸せでしたね。でも本当下手したらね今後二度と日本で見られないっていう可能性もね、まあ、ありますし、いやー生二刀流最高でした。であとやっぱ中国代表のマサゴ選手がね、あの最初名前呼ばれた時結構歓声すごかったですよ、わーってね湧いてましたし、あと大谷選手の打つ方ですね、まあ、もちろん投げる方もすごかったんですけど、左中間のフェンチョクのツーベースかな、タイムリーツーベースあったと思うんですけど、あれライトスタンドから見てたんで、あの真横から打球見えたんですよ。あれやばかったですよ本当に、なんか物理法則に反してるというか、もう本当になんか上がりもせず落ちない本当弾丸ライナーが一直線に伸びていってそのままフェンスに激突みたいな、あれはねライトスタンドで見てたからこそ言えることであって、あれ本当にやばかったです。なんかよく逆方向ではありえない打球とか言うじゃないですか、なんか右バッターが引っ張ったような打球みたいな、あれ右バッターが引っ張っても打てないような打球を大谷選手打ってたんで、あれはものすごかったですね。あれはあの打球はちょっとね信じられない。さあ打つときは集中していきましょう。さあ石井博夫さん2打席目、
またマー君じゃね、さっきもマー君じゃなかったっけ、違ったっけ。さあ流し打ち警戒にしたということは外角攻めですよね。とりあえずヒット、んー、ホームラン打ちたいな。続いてね、韓国戦なんですけど、まあ、まずね、試合前のピリつき感が半端なかったです。やっぱ韓国戦、日韓戦となるとね、そういうムードにもなるのか、あげちゃった、なるのかなという感じで、まあ、正直中国戦とは比べ物にならないぐらい、試合の前は結構ピリついてましたし、まあ、先制もされましたしね、まあ、ただそこからすぐ追いついて勝ち越す、その日本のそのバッティングの強さ。だってもう今1からね、まあ、吉田選手がね、イタリア戦は4番になったんですけど、その上位打線のその打率出塁率の高さ、もう上位に回ったらなんか1点確実なんじゃないかみたいな、それくらいそのつながってますしね。いやー、準決勝楽しみだな。いや、どうなるかね。いや、いいんじゃない、これさすがに伸びすぎ。あとあれなんですよね、韓国戦アマプラにちょこっと映ってたらしくて、いやそれはよく視聴者の人が気づいたなと思ったんですけど、本当に画面の右下あたりの帽子かぶってるやつがね、自分なんですけど、いやこれよく気づきましたよね本当に、まあ、何回も言うようですけど、本当に声出し応援がすごい楽しかったですね。ヌートバーのヌーイング、打席とか入るときにね、みんなでヌーって言うんですけど、韓国戦ヌートバー達治がぶつけられたんですけど、その時ブーイングがあったんですよ。ブーイングとヌーイングはほぼ分かんないっていうね、もうどっちも母音一緒だしね、ヌーとブーなんで、どっち言ってんのかっていう、そういうのもやっぱ生観戦ならではの感想ですね。いやでもいいですねヌートバー。あー、なんでそれ振る、めちゃめちゃ守備うまいんだけど、それ取れるんだ今、絶対取れないと思ってセンター前だなって見てたら、なんかとんでもない飛びつき方しましたね、跳ねてましたねもう今。紅林選手あれ取れるんだ、守備 C で走力もねそこまで高くないっちゃ高くないんですけど、あんくらい守れるんだったらぶっちゃけ C でもいいなって思いますよね。なんか結構最近のねリアタイ環境は二遊間の守備意外と軽視とまではいかないんですけど、結構 C のね選手守らせるのもなんか主流っちゃ主流なんで、んー、まああれくらいやってくれたらね別に文句はないですよね。おー、足立さんナイスということで、もう一試合行ってきます。さあ3打席目、能力も十分、しかも神宮これは打ちたいな。さあ小笠原さんね、ツーシームとか飛ぶからね。さあツーシーム狙いましょう。いやー、マスラか。いやどうだろう、ツーシーム来るかなこれ、マスラの方がいいかな。あー、マスラか。いやー、ちょっと待って迷ってる、これは良くない。さあツーシームね、さあ何でくる、よっしゃいったんじゃね、よっしゃいった、わあーよかったよかった、これは狙い通りですね。この球場のねホームランの入りやすさとかをいろいろ含めた上でのギリギリのホームラン、我ながらなかなかうまくいったんじゃないでしょうか。よっしゃ、土井さんも続いた。これはねせっかくアーティスト1から6にね繋いでるんだから、5者連続とか狙ってみても面白いんじゃないかな。いやー、くそホームランにならなかった。いや5者連続が無理でも5本のホームランで 5-0 とかは全然可能性としてありえるし、今ストライクなんだ、曲がらないねツーシーム。さあ急にツーシームが多くなった、来たマッスラ、いやーよしよしよし、残った残った。さあ5者連続は無理だったけどもあるんじゃないかこれ。さあ1-3、まあ、ファーボールはちょっと面白くないんでホームラン狙います。いやーファーボール、それはさすがに触れないな、明らかのボールすぎる。さあ石峰さんで決着をつけましょう。本当は5本のホームランで行きたかったけどファーボールは仕方ない。いやーなんなら打球上がんなかったじゃん、危な。まあまあ糸井さんでもいいや、どん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 条件が緩くなっていく。しかもなんか1番糸井さんにしようとか思ってたけど忘れてた、いつも忘れるんですよね試合中に、次のオーダーこうしようとか言って試合終わってる時には忘れてるっていう、もう鶏なんで、脳内鶏なんで。さあ2-3、何で来る、いやーもう